はい。えー、それでは12月11日の3問に入ります。A 所有の建物につき、A が結婚したら B に建物を売却するという売買契約が成立し、条件が成就する前に地震により建物が滅失してしまった。この場合、飼い主 B は A に対し損害賠償請求できる。丸か罰かという問題です。えー、考えたい方は動画はストップしていただいて、えー、この動画の下の概要欄から問題文ご確認ください。 で、答えは、えー、どうかというと、B は A に対して損害賠償請求できませんので、誤りですね。停止条件付きの売買契約において、債務者に奇跡自由なく目的物が滅失した場合、まあ、債務者っていうのは売り主ですね、今回で言うと。売り主の責任じゃない理由で、えー、建物がなくなっちゃったよと。そういった場合、債務者、売り主は債務不履行の責任を負いません。なので、買い主 B は売り主に対して損害賠償請求はできないので、誤りとなります。 ま、今回は、ま、これだけで全然解けちゃうんですけども、まあ、この問題には別のポイントがあるんですね。で、この別のポイントも、実はこれ一緒に覚えた方が効率的なんですよ。バラバラに覚えてしまうと、もう混乱の原因になりますので、まあ、できればですね、この別のポイントっていうものを一緒に覚えていただきたいと思います。ただちょっとそこまでお伝えを教えると、ちょっと長くなっちゃいますので、その点については、個別指導の受講者さんのみお伝えいたします。で、問いにですね、 宅建業者 A が一段の宅地建物の分譲を行う場合 A が契約行為等を行わない案内所に置かなければならない青年者である専人の取引士の数は1名以上でなければならない丸か×かという問題ですえ答えはこれ×ですね案内所で専人の取引士を置かなければならないのは案内所で申し込みを受けたり契約したりする場合だけなんですねで今回は 契約行為等を行わない案内所なので、専任の取引士、まあ、取引士でも、タ建ケンですね、は必要ないんですよ。1名も置く必要ないんですね。だから1名以上置かなければならないというのは誤りだということです。 で、試験の作成者っていうのは、この辺りを狙ってくるんですね。なんで、まあ、個別指導の受講者については、案内所等の考え方、これ別途ですね、えー、合わせて、えー、お送りさせていただきます。受講者専用のメルマガで、えー、お送りさせていただきますので、その点ご確認いただければと思います。案内所については本当得点源なので、引っ掛け問題であっても、何であっても、えー、絶対得点しましょう。で、土地区画整理法ですね。仮勘地指定の結果、 使用し、または収益する者の,のいなくなった従前の宅地についても、従前の宅地に関する権利は残るので、施工者は、土地区画整理事業の工事を行うためには、当該従前の宅地の所有者の同意を得なければならない。丸か罰かという問題です。えー、答えは、えー、所有者の同意、これ不要ですね。 仮勘地が指定されると、元々の宅地、重、ま、税、あの宅地ですね。重税の宅地の所有者は仮勘地を使用収益します。じゃあ、この元々の宅地、いわゆる重税の宅地ですね、これどうなるかっていうと、これは勘地処分があるまでは施工者が管理するんですよ。なので、施工者が管理するんだから、重税の宅地を工事するために施工者は土地所有者の同意を得る必要はありません。よって誤りだということです。 ま、今回もやはり理解しなければいけない部分、ただありますので、えー、もしその理解しなければならない部分、つまり関連ポイントですよね。そういった部分がもしわからないっていうのであれば、まあ、自分自身で調べるなり、えー、していただいた方がいいです。まあ、こういったところがですね、あの、理解学習のポイントになってきます。 でもし自分自身でそこまで調べるの難しいなとか、何がポイントなのかっていうのがわからない場合は、ぜひですね、個別指導をご検討いただければと思います。え個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、ぜひ、えー、来年絶対合格したいという方は、ぜひご確認いただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。レトスのオムでした。